はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。現在広島はマジック12が点灯してまして、2位との差は 15.5 ゲーム差ですかね。結構差があるので、余裕はある感じですね。で、3位に巨人が来てますけれども、なんか今現実のね、巨人結構ひどい感じになってて、まあ6月の半ばくらいなんですけども、十何連敗して、でちょっと1回勝ってまた連敗が続いてるみたいな、なんかそんな状況ですね。まあ現実世界はよくわかんないんですけど、とりあえず寝ましょう。で、試合ですね。体力は全回復してないか。ファーストはエルドレッドさんが入って、先発は大瀬良さん。やっぱり重要なのはピッチャーとかなのかね。まあ、点を取ればね、大量失点しても勝てるとは思うんですけど、ピッチャーの調子が良ければそもそも点を取られないんで。投げました。初球に送ってストライク。一塁に鈴木さんが出てるな。投げました。あー、入ってくる。バッター追い込まれました。第3球、これは1球見るね。チェンジアップ。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました。アウトコース低め、外れてボール。カウント2ボール2ストライクです。1点を取っておきたいけど、打ちました。ライト方向へ持っていきましたが、取りました。ライトフライか。これで3アウト。1回の表、1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッター、そして俺の守備は相変わらずのな。わー、抜けたか。ザル具合だからな。エリア、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。おー、送ってきたね、手堅く。アウト。ランナー二塁に進みました。まずは同点にっていう感じかな。打った、引っ張った。これオッケーオッケーオッケー。これで2アウト。ランナーは二塁変わりません。筒香か。長打が出ればな。さあ6球目。二塁ランナー帰るからね。これ大丈夫、大丈夫、大丈夫、本当大丈夫っす。スリーアウトチェンジ。これは見事打ち取ったな。俺も余裕はあると。悪くない方だよね。いや、捕殺もね、やってみたいよね。ベイスターズの攻撃、バッター頼れる。あー、これは際どいな。あー、でも間に合ったか。これでワンアウト。ランナーはありません。左バッターボックスは6番荒波。投げた、打ちました。いい当たり。あ、しかし、しまった。また前に出ちゃった。取りました。これで2アウト。ランナーありません。どうしてもね、こう向き的にね、前に出ちゃうんだよね。3割1分1厘。投げた、打った、いい当たりだ。ショートから一塁送球。田中、うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。大瀬良、三人でピシャリと抑えています。うん、3回の裏自分まで。これからベイスターズの打席は回ってこなかったね。この回のトップバッターは飛ばし、打った、ファースト正面。エルドレッド、自分でベースを踏んでアウト。バッターはピッチャー久保。投げた、見逃し。やっぱり右バッターと左バッターでセンターの位置変わってるね。寄るんだな。引っ張りの方に寄るのか。横浜スタジアムからお送りしております。本塁だ。いつの間にか39本で1位になってる。規定打席に乗ったってことだな。第1打席はライトフライに倒れています。スライダーはボール。まずはアウトコース高め。投球これから2球目と、完璧にスライダー捉えたよ。40号。今日の試合もいただくぜ。大瀬良さんもめちゃくちゃ調子いいしね。まだ1安打。現在の打率は2番。ストライク、見逃し三振。お見事。バッターは3番。今のは筒香か。第1打席はレフトフライに倒れています。打ちました。1、2塁還元。これは1塁へ送る。なるほど、ベースカバーに入るんだな。これで2アウト。ランナーありません。投球これから2球目。打ちました。ショートバウンドボールを掴んだ。田中、軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。チャンス。ここは追加点のチャンスです。点差をつけておきたい。ストライク、際どいね。厳しいところでした。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球。打った、よしよしよし。行った。2発目。ストレートを完璧に捉えました。
6対0。まあ、大炎上はしないチームだからな、基本的にここは。バッターは頼れるスケット、ロペス打ちました、セカンド左。ロッテの時はね、ちょっとまあ2016の時だっけ、2015とかもねやってるからね、増田さんがねわりかしね炎上するんだよね。打たれてしまった。荒波ツーベースヒットを放ちました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは関根、最初のバッターボックス流し打ち、さあ投げた、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第4球を荒波足 A か、打ちました、これはいい当たり、打球これでも間に合うでしょう、ライト交代掴んで、これで3アウトになります。もうちょっとさ、カメラアングル見やすい風にやってほしいんだけど。ベイスターズ大展開で迎える6回です。バッターは宮崎、打った、ショートバウンドボールを取った。ショートバウンドとかマジ嫌だな、絶対取れないよあんなの。ランナーはありません。投げました、打ちました、あこれはでも、あ大丈夫か、続き取りました、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには、うちの外野陣全員肩いいからね、これはどっち、鈴木さんに任せよう。これで3アウト、基本的に任せたい、横浜スタジアムから間に合うようなら。横浜 D カープリードで迎える7回です。藤岡今日4打点を挙げています。いや気が全くない、投げました、あしまった、危ない危ない。第2球投げました、ほらちょっと早かった、どうだ、伸びた、行くか、おお行ったね。第42号ソロホームラン、3打席連発、ストレートを狙い打ち。7回の裏、あとは守備でラッキーセブンの攻撃、ミスらないことだな。トップバッターは桑原、今日はね、あ来た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 、大丈夫大丈夫です。うわー、なんでなんで、すげー体勢崩したんだけど、今のなんでだよ。あとでちょっと見返してみよう。あこれだってこの点のところにいればいいわけでしょ。これで2アウト、ランナーありません。バッターは頼れるスケット、ロペス、かなりずれてたのか。俺的にはすげー余裕だって思ってたんだけど、これからベイスターズの、ああいうところでねエラーするとまたかよって絶対なるからな。ボールはライナーで左中間、続き取りました。その分ねちゃんとね打撃で返してるからね。バッターは7番関根、今日はショートゴロとサードライナー、だからいいってわけじゃないんだけどさ、いやうまいよな、ああいう風にかっこよく取れるもんな。菊池さんはバッターボックスには戸柱、今日はファーストゴロとライトフライ、流し打ち、これはでも飛んでいますが取りました、これで3アウト、さすがだな。この回きっちりと3人で抑えています。5打席回ってきてるね。リードで迎える9回です。みんな結構打ってんだな。5打席回ってくるってことは5番バッターで5打席回ってきてるからね。大きく外れました。投球これから2球目、これはでもボールだね。ここはよく選びました。カウンター2ボール、投げました、おっと危ない球、ここはどうする、一球見るか、投げた、おお、ファーボール、ストレート、さて最後の守備頑張ろう。何としても得点を上げたい球回です。これはまた完封かな、ゴメス後藤武俊、し打った、流し、これはファールだね。スタンドに入りました、ファール、第3球、さて2ストライクからの、打ちました、阿部掴んだ、一塁へ送る、オッケー、大瀬良完封勝利まであと2人、代打ピンチヒッターは音坂、ベイスターズ代打構成に出ます。次が4球目、左か、投げた、打った、これは打たされてサードフライ、うん、阿部掴みました、大瀬良完封勝利まであと1人。こういう時ってさ、やっぱ代打めちゃくちゃ送ってくるのかね。第4球を左で攻めてきてるね。投げた、打った、三遊間、田中ボールを掴んだ、オッケー、ゲームセット、いやー大瀬良さんお見事です。大瀬良見事な完封勝利、カープ圧勝です。さて今日のヒーローは無四球完封だもんね、さすがだよな。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は、13勝目か。ミカミックス、ミカミックス、ミカミックス、いいね。40、41、42、サンホーマー、これで急速経験値が上がるからね、ほんと。あマジック10になった、2つ減ったね。
よし、田中さん行きましょう。ちょっとうちの今現状の成績を見てみますか。これはどうやって見るんだっけ。球界全体の記録でいいんだっけ。で、チーム記録でいいか。投手ランキング。これを、まずは勝率でいきますか。こうか。野村さんが15勝、大瀬良さんが13勝、ジョンソンさんが12勝。で、8勝、8勝と。おー、すげえな。10勝以上上げてるのがもう3人いるのか。で、俺、防御率は絶対いいはずなんだよ。あれ、防御率これどうやってやるんだ。ワーストになってんね。あ、こうか。あれ、俺いなくね。あれかな、投球回数が足りてないのかな。規定の投球回数に乗ってないのか。勝率野村さん8割、大瀬良さん7割とか。すげえな。ヘイゲンズも7割とか、ジョンソンも7割とかね。ほぼ勝てるじゃんみたいな。あとセーブって誰だ。ジャクソンか。34セーブ。ホールドポイントは、中崎さん。なるほどね。で、野手の方に行きましょう。打率菊池さんか、3割5分8厘。鈴木さんもすごいね、3割5分5厘。あれ、やっぱこれはあれか、規定打数に乗ってないのか、ちょっと分かんないな。でもホームランランキングみたいなのは1位になってたからね。ベスト、ミカミックス42、鈴木さん28、27の20。あとは打率か。あ、打率は見たのか。打率見たね。一応盗塁を見ておきましょう。菊池さんか。いや、もう何でも活躍するよな、菊池さん、本当に。で、田中さん、野間さん、阿部さん、丸さんと。盗塁成功率も、高いね。いや、高いかどうか分かんないけど、数字的には高そうな気がする。という感じで、じゃあ、移動して、今日はホーム戦。中日3連戦か。ライトが野間さん、レフトが丸さんになってるな。今回は鈴木さんはちょっとあれかな、お休みかな。で、先発が福井さんと。そう考えると俺完全にフル稼働だからな。めちゃくちゃタフじゃないと無理だよな、本当に。広島東洋カープ対中日ドラゴンズ19回戦の模様をお送りしてまいります。40本打ってればさ、それは出さざるを得ないよね。トップバッターはビシエド、現在の1試合に1本は期待できるからね。掴みました。これでワンアウト、ランナーありません。バッター2000本安打好打者、400奪三振まであと1。これはどうだ、取れるか。あー、取れないか。こういう時俺がもうちょっと後ろから回り込まないといけなかったのかな。スリーベースか。こういうちょっと大きめの打球が飛んだ時はもう後ろに行かないとダメなんだ、そらした時に。全く俺を追いついてないな。さあ、先制のピンチで迎えるバッターは大島。投げた、打ちました、サード正面のゴロ。うん、大丈夫か。送球それた。おお、ギリギリ。バッターは4番キラタ。通算100号本塁打まであと5分。打った当たりだ。これはどうだ、無理や。クソだ。あいつマジクソだと。今もう無理だったよね。明らかに無理だったよね。なおもピンチが続きます。リプレイ。クソダイビングか。いや、これはちょっと打球低いわ。やった、あいつなんかジャンプしてくれたみたいな。いや、俺もさ、なんかファインプレーやってみたいんだよ。飛びついてさ、全然飛ばねえな。1回の表が終わって1対0、カープ先制点を奪われて。福井さんには悪いことしたな。
2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭は直球、フォアボールか、見送ってフォアボール、フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。打ちました。打球はセカンドの左、セカンドフォースアウト、いいね、やっぱりアウト、ダブルプレイ、二遊間が盛り上げてくれるね、守備は。投げました、打った、これ大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。これここだよね、よしよしよし、3アウトになります。2回の表が終わって1対0、ドラゴンズスコアボードに0が入ります。さてここで、お、点を取ってるね、同点で迎える。打ったのか、1点取ったってことは、ホームランを投げました。スライダーに送ってストライク、第2球投げました、ストレートに送ってストライク、早くも追い込まれています。同じところに投げてきてんな。投球は3球目、球種は違うけど、これだ、打ちました、痛烈、いった、一直線、入った入った、ホームラン、どうよ、打撃で返す、これしかできないからな、俺には。チームメイトが迎えます。おー、リプレイが出た、ほら、こういうところのボールってどうなるんだ、後で誰かが回収するのかな。ドラゴンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。打った、打球はファースト後方、大丈夫だね、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰ってビシエド、第1打席打ちました、エルドレッドバックしていった、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2000本安打の好打者、打ちました、ファースト右横のフライになりました。ファースト忙しいな、これで3アウト、チェンジ、福井三者凡退に抑えています。3回の表が終わって2対1か、1点リードは変わりません。15、1位か、カーリードで迎えます。さてさてさて、第9、さあもう一歩行こう、初球行くか、これはセンターフライか、取りました、伸びがちょっとなかったね。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは大島、最初のバッターボックス、打ちました、これは大丈夫大丈夫大丈夫、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番キラタ、通算100号本塁打、打った、これはちょっと任せましょう、お願いします。取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番ゲレーロ、第1打席は、あ、これはこれはこれはダメか、今の今のはな、場面的にはさ、ダイビングキャッチするべきじゃないよね。カープ同点のピンチを迎えます。ちょっとまあヒットを許して、あー、惜しいのかどうなんだかよくわかんないけど広島ファンがさ、こうみんな外野席の人たちがなんだよって顔してるし、いやー、でもあれ取れたらな、ああいうのね、取りたいんだよ本当に。膝元空振り三振、福井さんがなんとかしてくれるかね、でもその後はカープこの回2アウト2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。4回の表が終わって2対1、カープ1点リードは、俺は声をかけに行けない申し訳なさすぎて。これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッターは打ちました、菊池、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。ああいうね、体勢を崩しながらも取るっていうところかな、やっぱりすごいよな。ボールはレフトへ飛んでいきます、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー吉見、投げました、インロー、やっぱり守備もなちょっと見せたいよな。ボールでバウンスがしました。福井下位打線を三者凡退、0点に抑えています。5回の表が終わって2対1、カープ1点リーチャンス、カープ追加点のチャンスを迎えました。第9、安藤さんはね、足がね速いからね、守備範囲も広そうだしな。 あ、これはヘッドクルか、高速シュート。第3球を振れればな、しまった、打ちました、引っ掛けた、ゲレーロ取った、アウト、これで進塁にもならなかった。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターはビシ、外れてフォアボール、先頭バッターにフォアボールを与えます。ここは振ってきました、手堅い、ボールを取る、一塁送球、菊池取ってアウト、ランナー二塁に進みました。ここからだな、ワンアウトランナー二塁に変わります。打った、セカンドゴロ正面、アウト、カープなおもピンチが続きます。まあ、ただ2アウトだからね、犠牲フライはないから。打った、抜けた、あー抜けたか、ボールは中継、ドラゴンズ3対2、キラタタイムリー、さあこれで2アウトランナー1塁、なかなかいい勝負になってきたな。バッターは5番ゲレーロ、今日3打席目、打ちました、これライトへの打球、取りました、これで3アウト、
6回の表が終わって3対2ドラゴンズ、この回1点を返しています。さて1点差か、あれ俺変えられたこういう僅差の時はあいつに守備を任せておけんみたいなさあ本日のヒーローは福井さんと菊池さんと、まあ、でも6回に失点だからね。大活躍でした。ご覧いただきました。今日はちょっと早めに帰りましょう、誰にも声をかけられずにまあ勝ち越し弾は良かったけどさ飛び込みすぎだって言われてもおかしくないからね。さあ帰ろう帰ろう、よしよしよし誰にも責められずに守備のことは。どうしようかな。フリーで今日もホーム戦デートって今どういう感じなんだっけ。赤羽さんとはなまだちょっと溝があるからだな。かといってななんかこうデートしたいっていう子もいないしな。出ますか奥井に。守備の練習をしよう。守備練に付き合ってくれ。球速が上がるけどね中日戦2戦目か。今日の試合俺と勝負しないか、このよくわかんない勝負。内容はそうだな、どちらが多くホームランを打てるかってどうだ。ホームラン王にさ挑んでくるか丸さん。いいでしょう、やりましょう。負けた方が飯をおごるということで、引き分けは割り勘。丸さん今日スタメンで出てんのかな。あー出てます。鈴木さんどうなったの最近、ちょっとあれかな、お疲れかな。やっぱこの夏は厳しいからね。ただ丸さんちょっとやる気があるね。よし行きましょう。途中で変えられたらちょっとやだよね。まずは1回の表、先頭バッターはビシエド。さあまずはねしっかり守備を。カットボール外れてフォアボール、いきなりフォアボールを与えてしまいました。バント、スリーバント。あスリーバントか。アウト、ランナー二塁に進みました。カープ先制のピンチを迎えます。打ちました。これは一塁間抜けた、やばい。大島ナイスバッティングです。超いい肩してるわ。ピンチが続きます。走ってきて、二塁送球、あマジか。盗塁を許します。これはちょっと、二塁に進められてしまいました。打った、あでもこれは大丈夫。これで2アウト、ランナーは二塁三塁変わりません。いやここは踏ん張り、流し打ち。あーこれはこれはこれは間に合う。おお、スリーアウトチェンジ。1回からちょっとハラハラするな。カープこの回ワンアウト二塁三塁のピンチでしたが、後続はきっちり抑えました。カープ大事な立ち上がり、まずは、まあなんだかんだで0点に抑えたからな。これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回の投球、変化球、空振り三振。まずは三振に切って取りました。投げた、打ちました。これは菊池ボールを取る、セカンドから一塁送球。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番杉山。カットボール、空振り三振。最後は空振り三振で仕留めました。ここで打順が回ってきますね。2回の裏、これからカープの攻撃に入ります。投げた、ほらどうだ、まず1本一直線。どうっすか丸さん、44号。今日の飯はいただきます。おお、あの人たちなんで目つぶってんのなんでうわーって顔してるんだろうよくわかんないな。ドラゴンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッター、これはでも大丈夫か。取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰ってビシエド、打った、ショート右、一塁送球、ちょっとこれで送球が上にそれたけど、まあ全然範囲内だね。打ちました、これは野間さんに任せよう。掴んでこれで3アウトになります。ヘイゲンズ三者凡退、無得点に抑えています。3回の表が終わって1対0か、1点リードは変わりません。第2打席チャンス、さあ追加点のチャンスを迎えました。現在の打率は5割3分5厘。
高めのカットボールか。第3球を投げました。ドロップカーブ、ドロップカーブは打ちづらいな。次が4球目。もうカウントは2ボール2ストライク。第5球投げました。か完全なボール球、カットボールだと1だから全然曲がんないと思うんだよね。ランナー自動的に縦のスライダー、フォアボール外れた。点は入ったな。ただ試合はこれから中盤4回に入ります。続いてくれたのか。先頭バッターは大島、打ちました。これはレフト前に出る、取りました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは4番平田、通算100号本塁打まであと、打ちました。阿部掴んだ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト。サードからバックってだいぶ距離あるよね。ゲレール、第1打席はライト流し打ち、ライトの右、これはヒット、うん、ゲレール、いいバッティングを見せました。もう見るたびに惚れ惚れするわ。第1打席はスイングアウトの最初、三振。やっぱりああいうの回り込んでるね。もうヒットだと思ったら4対0、一塁で抑えると。リードは変わりません。田中さんよくあれだね、よっってやるよな。5回の表4点を追いかけます。ムード丸とかついてそう。速球空振り三振、2者連続三振になりました。投げました、打ちました、ファーストの横、あっと弾いた、取れない、大丈夫、 OK。 ヘーゲンズ取ってアウト。今のは強襲的な扱いになった。それもなんか難しいよね、強襲なのかエラーなのか。デッドボールの際に怪我を負ったようで現在治療中との。マジか。今ベンチから出てきました。大丈夫なようです。大丈夫か。トップに帰ってビシエド、今日はフォアボールとショート打ちました。ライト前進、取ってこれで3アウトチェンジ。ランナー1塁に残塁です。5回の表が終わって4対0、カープ4点リードは変わりません。4点リードだいぶでかいね。カープリードで迎える5回です。第9、 OK。 これはもう今日の勝ちはもらったな。丸さん50号は確実にいくね。試合は後半6回に入ります。バッターは2000本安打、ちょっと待って、これは取れる、 OK。 掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番大島、投げた、ストライク、見逃し三振。バッターは4番平田、通算100号本塁打まであと5本としています。アウトロー、空振り三振。最後はキレのある変化球、最後はスイングアウト。2本か。みんな防御率とかすごそうだな。終盤に入ります。トップバッターちょっとでもスタミナが切れてきてるか。投げた、ツーシーム、空振り三振、三者連続三振。バッターは6番福田、ここまで2打席連続三振。投げた、打ちました、いい当たり。待って、これは後ろ、ちょっと待って、分かんないのよ、これが。体勢崩すけどさ、すげー見づらいんだもん、本当に。今日はセカンド打った、1、2塁間への当たり、1塁送球、アウト、3アウトチェンジ。ヘーゲンズ3人でピシャリと抑えています。7回これはでもリリーフが入るかな。いやでも完封モードだからね。今日はソロホームラン2本を打っています。投げた、あーこれはフォークか。負け運とか悲しいよな、本当についてると。投げた、危ない球、球持ち持ってるね。第3球を投げました、外れた、ボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました、マシンで捉えた、抜けた。もうちょっとな、明日だったら行ってたか。ナイスバッティングです。8回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは杉山、今日は打ちました、ボールはライナーでない、掴みました。これでワンアウト、何も守備機会、バッターはライナー、フォークはないね。第5球投げました、それはそれでいいんだけど、あ、来た、センターへの浅いフライになった、飛びました。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に、あー疲れてる、完全にスタミナ切れたな。打ちました、1、2塁間のゴロ、1塁送球、これは3アウトチェンジ。ヘーゲンどうすんだ、9回と3人で抑えています。8回の表が終わって5対0、あれ守備固め用で変えられたか。さて本日のヒーローたちのインタビューが、イエーイ。いやー今日はね、飯をかけた大事な一戦だったんで、2本打ててよかったっす。5対0カープ勝ちました。勝利投手はヘーゲンズ、敗戦投手は柳。実況担当、おお、ヘーゲンズさんも9勝か。
ぱり球速はなかなか上がらないよね。ゼロ本塁打だったぜ。丸さんってそもそも何本打ってんの今。いやありがとうございます、いただきます。あ、これはプロ野球選手のミカミックスじゃないか。誰、カープの選手なんだよ、ルーキーながら一軍なんだってニュースで言ってたよ。将来有望じゃん、サインもらっとこうと。サインとか決めてないんだけどまあ悪くはないけど、サインってどうやって書くの、みんな練習してんのかねサインファンが一人増えたって。電話がかかってきてる。あ、ミカミックス選手ですか、今から打ち合わせできますか。本当に急だな練習の予定とか入ってたらどうするつもりだったんだろう。本日の打ち合わせ終了します、お気をつけてお帰りください。どうかされましたか。誤解だよ、そうだよ。いや別に誤解じゃないけどね俺の部屋とかすごいからねガルフレのグッズで。マニアさんとは違うと薄々感じておりました。今度お食事でも行けませんか。よし、まあ、ただこれは次回以降誘っていくか。というところで、赤羽れいちゃんのまああれも晴れましたので、とりあえず次回からちょっとデートをしていきますかというところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。